できないのゲームのつぼ。皆さんこんにちは、ゆきないです。今皆さんはどんなゲームが進行中ですか？私は相変わらず、マリオ RPG をやっていて、ちょっと最近停滞気味なんですけど、でちょっとお休みしたいなと思うと、もう一回バハムトラグーンクリアしたんだけれど、もう一回最後のねやつがまだ姫の心の中に残っているので、私ゼンダックのファンなんですよなんかゼンダックでも最初のうちは結構なんかわしってダメジジイとか言いながらキュートに迫ってるけど、最後戦いの終盤に近づく頃には普通の真面目ななんか指揮官みたいな感じになってしまって寂しかったんですけどね。シミュレーションだけに偏らず、もっと選べて、いろんなサウンドノベルまでいかないけど、例えば甘いワインと乳児を選ぶとセリフがこう違うとか、大体人は分かるかなって思うけど、で違うから面白かったな。ドラゴン育てられるっていうのも面白かったけど、ちょっとうにゅうに気味ではあるかな最近。マガジンはですね、バーガービル、バーガービルでダウンロードしてください。それではブラカタブラ、何が飛び出すゲームのツボ、20分最後までお付き合いくださいね。ゆきないのゲームのツボ。日本一短いゲームサイドストーリー。自分の好きだったゲームキャラのその後の話や人生を考えたことがある、このゲームにこんなストーリーがあってもいいんだよなぁなんて思ったことがあるなど、多分このゲームにはこんなサイドストーリーがあるはずと常日頃思っている人たちのためのコーナー、日本一短いゲームサイドストーリーです。今日はどんな面白いサイドストーリーが聞けるのでしょうか。今週は番組オリジナルのサイドストーリーを3本紹介したいと思います。そのサイドストーリーのイメージの絵がマガジンに入っています。それではまずこちらから、日本一短いゲームサイドストーリー、マドハンド社会。その日私が聞いたマドハンド世界の話は、どことなく今の人間社会に重なるものがあり、興味を示さずにはいられなかった。簡単に言うなら、マドハンドの世界にもいじめあるらしく、マドハンドが4匹出てきたにもかかわらず、3匹と1匹など分かれている時があるが、その状態こそそれらしい。さらに複数体で出現する時は誰が A を名乗るかで揉めるらしい。最終的には家柄を優先するらしいが、これもちょっと理不尽な話である。どことなくそんな悲哀のあるマドハンドの世界、私は今後もっと追求してみようと思う。マドハンド A は仲間を呼んだ、来なかった手が溶けてます。マドハンドって爪があったんだなって初めて今日知りましたね誰が爪を切っているんだろう。目がないのに正確に爪深爪しないで切れるんだろうか。なんかマドハンドと映画のダダダダン、アダムスファミリーの彼との関係とか、なんかそういうのもあるんでしょうかね。手がそういう風になんかドロドロになってて、お化けっていう発想なのか、泥が手になってるって発想なのか、どっちだったのかな。これもいつか聞いてみたいですね。次は日本一短いゲームサイドストーリー、腐った死体の苦悩。先日僕は腐った死体 B に相談があると彼の家へと呼ばれた。ちょっと一周漂う部屋へと案内され、話を聞くと、どうも苦楽を共にしている腐った死体 A のことで悩んでいるというのだ。というのも最近この腐った死体 A がいつにも増して腐りすぎていて、ご近所の方から苦情が絶えないらしく、このままでは
引っ越しもやむなしとなるとのこと。確かに2週間前3年以上付き合っていた彼女に振られた A の気持ちを考えれば腐っちゃう気持ちもわかるが、僕は共通の友人としてキムコ持参で A を説得しに行き、その日は2人で朝まで酒を酌み交わしました。このさらに腐ってるのがこの骸骨化している彼なんでしょうか。心なしか右から見えてるこの白いのはあばら。あんまり腐るとお肉なくなっちゃって骸骨騎士になっちゃうよ。あれでもそれってランクアップ、ひょっとしてそれって。次はこれです。日本一短いゲームサイドストーリー、幽霊の憂鬱な日々。その日港の酒場で私はドライマティーニを口にしつつ隣に座った男の口話に耳を傾けていた。いや確かに僕はただの、本当にただの幽霊ですよ。モンスターにしては全然月並みな名前ですよ。でもね、僕だって好きで幽霊になったわけじゃないんですから。死んだ時なんて腐った死体になろうかな、それともグールだったりしてうふふなんて希望も持っていたんです。でもほら、俺前世行いが良かったでしょ、だから何の変哲もない幽霊になっちゃったんですよ。はあ、死後の世界もどうやら引きこもごもらしい。どっちにもなれない彼はどうしちゃうんだろう。これから幽霊のって発展形って何かありましたっけ、輝く幽霊とか。でもこのままずっとこんなことしてたら腐った幽霊とかいう新種になれて、案外なんかファンクラブとかできるかもしれないよね。腐った幽霊とかお酒臭い幽霊とか、幽霊なのに着てるものがネズミ男とか、なんか哀愁漂うなんかあの青い瞳の幽霊でしたね。はい、日本一短いゲームサイドストーリーのコーナーではありとやられるゲームのサイドストーリーを募集しています。ゲームキャラの裏話、武器やアイテムの秘密などいろんなサイドストーリーを考えて送ってください。宛先は郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4 セントギガ結城苗ゲームの壺、日本一短いゲームサイドストーリーの係までです。素晴らしきゲーム仲間、今月のゲストはボンバーマンの開発に携わった人、ハドソンの藤原茂樹さんがゲストです。このコーナーは毎月一人の素晴らしきゲーム仲間をスタジオにお呼びして4週間にわたってゲームについてあれやこれや語っていただくコーナーですが、今月のゲストはボンバーマンを作った人に会いたいという私のリクエストにより、この方に来てもらいました。ボンバーマンの初期の方から開発に携わってきたこの方です。藤原茂樹さんです。よろしくお願いします。あ、どうも初めまして、こんにちは。ゲーム仲間っていうのとはちょっと違ってもゲームを提供してくれる方っていう、まあね、番組正しくなって幕開けなのでゴージャスに行けて嬉しいんですけれども、まず私がボンバーマンを最初にやったのがやっぱり小学校とか中学校の頃だったと思うんですけれども、まだその頃うちにファミコンがなくて、はい、友達のうちに行ってやってて、ロードランナーとボンバーマンと、初期のマリオ、初期マリと、うん、テニスとか、はいはい、そういうのがあって、でボンバーマンが結構やっぱりマリオとボンバーマンっていうのは好きで、うん、しょっちゅうやってたんですけれども、まずあのボンバーマンというのは何もないところからどうしてボンバーマンというのが発想して作られたんですか。うん、まあ、今ゲームのハードってすごく進歩して進んでますけど、ファミコンの自分ってその表示数が少ないとか、まあ、画面のねキャラクターの表示数が少ないとかそういうのがあって、まあ、非常にその派手なゲームを作りたいなっていうので、もうボンバーマンご存知のように十字路に爆弾を仕掛けるとドーンと爆発しますよね。だからそういう派手さを出したいっていうのが一番だったんですけど、
だんだん強くなっていくと端から端まで十字架に、ね、肩に行って嬉しくなってやーいってやってると死んじゃうんですよね。ゲームってその普通そのどん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 やっていくと難しくなっていきますよね、ええ、よく言われることなんですけど、ボンバーマンの一作目 のファミコンのボンバーマンっていうのは逆難易度っていうか、うん、やっていくほど簡単になっていくんですよね、ええ、図に乗ってそれで自分で、ええ、そうですね、ちょっといきなりもう最初からこう一個ずつしかいかなくなっちゃうで、結構タイマー私好きだったんですけれど、あ、はいはい、タイマーがあるとないとでは全然、そうですね、 でもずっともう10個ぐらいとか置けるようになるとタイマーがあっても自分の気がついたら回る子いてたら真隣に一番最初のやつが閉じ込められちゃって通り抜けの靴かなんかないともうそうなるとダメだったのかな、うん、なんていうかどん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 その気が大きくなってきますよね。リモコンでその自分で爆発ができたり、その、まあ、ハードブロックっていうんですけど、あの通り抜けができたりすると、まあ、逆に言うと気が大きくなってしまってミスも逆に大きくなっちゃうっていう、まあ、それが狙いなんですけど、だからだんだん豪快になっていく感じがすごく面白いゲームだなっていう、だから逆に言うと、まあ、ボンバーマンずっと作ってましてやっぱり未だにあの頃のボンバーマンのが好きで、今最近ちょっとアイテムが増えてきたり技が増えてきたり非常に複雑になってきてるんで、ファミコンのボンバーマン、あのシンプルさがなくなってきたっていう。結城奈絵のゲームのツボ。寒いアルバム。増えるアルバムは思い出ができればできるほど増えるアルバム。寒いアルバムは増えれば増えるほど寒くなっていくアルバムです。しみるね。今日もどんな寒い場面が私を寒くしてくれるのか楽しみです。今週も私やスタッフが選んだ寒い場面を紹介します。寒い、ごめんなさい、私もう落としました、溺れさしました、死にました。これはすごく辛いゲームだったよね。とってもこれはね、セプテントリオンというゲームで実際にあった話元になってるんじゃなかったかな、確か。だん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 船が何回かに分けて沈んでいく過程が生々しくって、すごくそう縦になったり横になったりして、で最後ね水が入ってきちゃうので、終わる時もなんかあのずっちゃっちゃずっちゃっちゃっちゃーんと終わりじゃなくて、いきなり暗くなってゲームオーバーとかタイムアウトとかそういうのが来て、いきなり死んでしまう、ボコ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 で、それさっきまで泳いでたのが動かなくなって水にふーって揺れてて暗くなって終わりとかね。で私は夏に一人で夜にやっていたんですけれども、結構怖くてね、ミクリアの数少ない、私結構ムキになってクリアする方なんだけど、これはねクリア怖くてしてないの、あまりにも何回も落ちてしまったから。うわやだーやだーやだよーやだー、ごめんなさい。だってさ、飛び乗ろうとした瞬間に船がグゴッとか動いて、落ちた時の音も骨が折れるような感じでリアルなんですよね、結構。いやーこれはね辛い、寒くて辛いですね。次は、あこれもあったんだ、まあこれはまあ感じで言うと、うわ寒いという感じかな。あのキングボンビーに捕まってサイコロを10個振られて出た目がなんと全部6、よく見てください、全部6です。これはね、うん、これは桃伝の方かな、スーパー桃伝どっちかな、
モモデン2のやつだそうですけど、よくも全部6を出したよな。でもね、今一番新しいキングボンビーってすごい大きいじゃない？で、最初は普通のボンビーなんだけれども、キングボンビーとか言ってすごい大きなのになるとね、海がいきなり火の海になったりとか、それも結構ね寒いかもしれない。今度紹介しようかな。あこれはなんて言ったらいいんだろう。この寒さは寒いね。寒かった。これはなんだろう、2？ ドラクエの2の復活の呪文を一番違えた時に出る場面だそうだけど、ねとはぬとゆがとかそういうのが間違う。でもそういう間違えって大体ろとるとかね、目とぬとかやるじゃない。自分で間違った、ここが間違ったら嫌だなって。いやでもね、大抵疲れて本当に間違った時は 2,3 文字直してもなんかずれてたりして大抵ダメな時が多いんだよね。だから間違いがないようにビデオに録画をしとくとか。でもね、録画したが3倍だったため画像が悪く失敗した人もいるんですって。だからポラロイドなんていいんじゃないかな。で虫眼鏡で見る。ダメ？ダメかな。あのね、最後2はこれ最後コテって今終わってますね。でも1って最後3文字だったの。それがね、ゼネブとかバベビとかね、ハガグとか、なんかそういう北斗の拳のケンシロウにやられた敵のアベシとかそういう感じのが多くて、なんでアラマとかさ、ヤユヨとかじゃなくてゾノベとかそういうのが多いのかな、最後のこの3文字は、というふうに思ったことがあったな。寒いアルバムのコーナーではあなたが見つけたゲームの中の寒い場面を募集しています。このゲームのこの場面が寒い、どうして寒いか、その理由も詳しく書いて送ってください。宛先は郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4 号、千時が雪台のゲームのツボ、寒いアルバムの係までです。雪内のゲームのツボ第2号ですがね、今日お送りしたのが、今日はゲストの方にもハドソンの方にも入っていただいて、私さっきねボンバーマンデラックスチョコっていうのもらっちゃった。中がねもう色付きのお子様プラモデルで、なんかでも結構プラモデルでも凝ってて、ボンバーのアンテナを押すと顔が変化する、結構凝ったアンテナなんだけど、中にねお菓子がちょこっと入ってるタイプ、ママごとトントンとかもそうだったじゃない。でね、チョコレート、カバヤのチョコレートが入ってるんだけど、いわゆるあの M チョコとかそういうのの薄っぺらい方のアーモンドがない方の黒なんだ。でやっぱりこれボンバーのつもりなんですよね。もちろんそうじゃなかったら、だってカラフルにしたって大してねチョコいいわけだから、わざわざ黒くて丸いチョコを中に入れるってことは爆弾に見立てていると私は思うんだけど、どう思いますか。簡単そのプラモデルだからね、私今できそうだから。昔あの高校生の時に風の太陽ナウシカのオウムのプラモが欲しくって、足のあまりの細かさにリタイアしたことがあったけど、これなら私にも大丈夫、帰って作ろう。というわけで今週も聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週、絶対聞いてくださいね。ゆきたいでした。